あなたにも必ずこの日がやってくる。もうこういった変わった人が実際いるっていうのがすごい、めちゃくちゃいるんですね、うん、心強いですよね。もう絶対的に変われる。はい、こんにちは、小坂雄二です。こんにちは、アシスタントの木村優香です。さて木村さん、今日はですね、はい、お客様を楽しませることで売り上げが上がるというお話をしたいと思いますが、はい、売り上げを作るっていうと、はい、パッと浮かぶのはどんなやり方浮かびますか？安くすることでたくさん売るって、やっぱり割引とかセールとかですかね。まあ、ありますよね。そうですね、まあ、そこから順でやってるしね。そうですね。まあ、なんですが、やっぱり多くの商人が、はい、特に売り上げが厳しい時ほど、はい、売り上げそのものに目がいってしまう。まあそれは仕方がないと思うんですね。売り上げってもう一番大事なものなので、はいはい、ただ売り上げの悩みっていうのは常にあって、その時にお客様を楽しませることが売り上げ作りになる、はい、なかなか思いつかないつながりだと思うんだけど。そうですね、これがつながるとしたらどうだろうかと。あ、最高ですね。もう最高ですね。ということで今日はワクワク系マーケティング実践会の会員さんのある和菓子屋さんの方からいただいたレポートを、はい、今日は、元にですね、はい、お客様を楽しませることで売り上げが上がるんだよというお話をしていきたいと思います。この動画を最後までご覧いただくと、今売上作りで悩んでいる方も視点が変わるきっかけになって、商売の楽しさ、商売への情熱をふつふつとですね湧き上がっていただけるのではないかというふうに思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。さて木村さん、そのですね、はい、和菓子屋さんからのレポートなんですが、こちら、はい、この和菓子屋さん何をやったかというとですね、金メダルコンテスト、金メダルコンテストをやりました。ちょうど、このお店がオリンピックの時に販売する2008年から金メダルのお菓子とやられていると。そこで金メダルコンテスト何かというと、はい、その金メダルのお菓子を、まあ、金メダルの形してるんですけど、はい、それを首から下げて写真を撮って LINE で応募すると、はい、抽選で、まあ、地元のブランド米が、はい、当たりますと。でも2008年から売っておられるんですけど、以前からこういうコンテストをやってたわけではないと思うんですよね、はい、まあ、今回こういうことをやり始めて、これは面白いんですけども、和菓子屋さんなので皆さんそういうことやりに来てるわけじゃないから。そうですね、最初はお菓子を買いに来てる。そうそうそう、最初はなかなかね、あのみんなこうやってくださらなかったのが、いろいろまたそこで改善して、これ書いてあるんですけどね、はい、ちょっと読むとね、はい、あのポップを貼ってやってますよとか書いたり言ったりしても、うん、恥ずかしくてやらないと。そうかもしれない、ね、うん、それはそうだと。お菓子屋さんに来て金メダルかけた写真を撮って応募、うん、いくつものハードルを超えなきゃいけない。しかしそれを超えた猛者がこちらですって言って、写真が猛者の方々、ね、大人も子供も大満足。ね、小さい子供から結構ね、ここに実は写真がね、はい、小さい子の大人の方もね、はい、おやりおじさまもおやりになってっていう、はい、感じなんですよね。はい、はい、で結局この金メダルコンテストだけではないんですが、最近の彼の取り組みから、はい、こういう学びの気づきがありましたと。そして今自分に起きている心の変化という、はい、ここにサブタイトルで、そうですね、はい、13個も項目開け巻き気づきがあると、あ、すごい変化があると並んでるんですが、はい、今の金メダルコンテストに割とつながる話を先にピックアップすると、はい、楽しむと結果につながりやすい、自分が楽しむ、自分がだね、これね、はい、自分が楽しむと結果につながりやすい、楽しむと、自分が楽しむと、はい、何が何でも結果につなげようと書いてるんですよ。さっきのね、はい、金メダルコンテストもさっき言いましたけど、はい、その以前からこのお菓子は売ってるんだけど、うん、今回はコンテストやろうと思ったんだけど、はい、まあそう簡単にね、確かにさっきご説明したようなことですから、いや、やるやるってみんなが乗ってくれるわけじゃないんだけど、そうですね、いろいろこう工夫してみたら結構最後には参加してくれる人も、うん、猛者たちがね、猛者たちがいっぱい出た、現れてきて、そしてここ、はい、その次、はい、商品は結果売れると、はい、売れる、まあ、確かに恥ずかしいってやらない方も多かったと思うんだけど、はい、でも全体として楽しいでしょ。私たちワクワク系完成科学マーケティングでは、はい、心が温まるって言い方をする。金メダルコンテストをやってるってことが、うん、もう心温まる状態なの。恥ずかしがらずにやるのは大体子供だったりするけど、うん、
でもそうやって子どもさんがワイワイやってね、はい、それをこう見てるだけでも温かいでしょ、うん、これはとても重要なんですよ、はい、これ彼も書いてますが、はい、商品は結果売れる、うん、金メダルも売れた、もう金メダルも売れたんですね、そうですね、金メダルお菓子、かっこ心を温める効果ありって書いてあるでしょ、いい、 いいです、ね、これはこの方が今ワクワク系でこういうことを学んでるので、はい、頭に入っている言葉なんですよ、ワードなんですね、これは心を温めたんだ、そうっていうふうに分かる、分かるようになってきてるんですね、はいはい、でかっこが書いてある、でそれその他のお買い物も増え、金メダルコンテスト最終日、はい、作態 130%、はい、日曜日ね売り上げになりました、はい、次強調文字になってる、はい、楽しんだ家族は次の日も大量買い、まあ、月曜日やねこれね月曜日によって大量買い、ね、まあ、もちろん次の仕掛けもちゃんとやりましたよとか書いてある、あ、はい、次回報告予定とか書いてあるので、ちょっとこれ報告楽しみ、あ、もうどん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 ね楽しい取り組みをね、ですね、でその下に書いてある気づきは、商品にフォーカスから人にフォーカスがまた少し体感できた、これはもうワクワク系の最も基礎となるフレームワークで、人にフォーカスっていう言葉があって、はい、ちょっとここでは詳しく説明しないですけれども、はい、フォーカスっていうのはまあ焦点を当てるみたいな意味なので、うん、商品に焦点を当てるんじゃなくて人に当てる、まあ、この場合で解釈して言うと、いかにお客さんを楽しませることができるか、いかに心を温められるかっていう方向に、うん、こうフォーカスするってことだね。こういう自分の変化、このその下の今度は項目は、はい、試しに他店かっこ菓子屋さん、同業者ですね、はい、地元の同業者に行ってみたが、はい、物にフォーカスが当たり前です。そうですね、お客さんを楽しませようとしてね、商品を売ろうとするっていうのはなかなか発想として出てきづらい、ね、もう本当に今日のポイントですよね、はい、お客さんを楽しませるってことと、はい、売上が上がるってことはつながってない、そうだと思います、普通、はい、そうだと思います、ね、それは物にフォーカスなんで、ね、だから売れるものがあれば、売れる商品があればとか、はいはい、だからまあさっき木村さんもおっしゃったけど、うん、より今回売り上げ作ろうと思ったら、はい、割引セールやるとかって走るでしょ、うん、だけど彼は思考が変化してきているので、うん、お客さんを楽しませることが売り上げになるんだっていう変化があり、そして自分でも今回金メダルコンテストをやってみたら、はい、実際 130% やと、いや大きいですよね、130%、大きいですよ、すごいですね、これどうやってね、うん、普通の地方の町ですから、割と雪がよく降る北の方のね、はい、町の、はい、普通の和菓子屋さんですよ、はい、でどうやって前年比 130% 作るかって思いますよね、うん、そうですよね、でまさか金メダルコンテストをやればなるとは、うん、はい、最初は思えないですよ、はい、確かに彼とて、はい、この前のページに、はい、あの雪だるまの写真がいっぱい出てるんだけど、ちょっとなんか崩れてますよねこれはもう補足ってことに書いてある、これ読みますとね、あ、はい、写真にありますちょい悪スノーモンスターちょい悪スノーモンスターはちょい悪、はい、以前報告したレポートに書きましたが、これ私読んでるけどね、はい、雪が多い今年、はい、毎日うんざりの雪吐きね、はい、と時にもう疲れたと店の駐車場で思いついたもの、思いついちゃった、うん、あ、そうなんだ、この邪魔な雪を楽しくするにはどうするか、それが雪だるまでした。あ、じゃあ次、何十年ぶりに作る雪だるまは最高に楽しい体験でした。雪毎年降る土地なんだけど、そうですよね、雪たくさんあるけど作ると思わないんですね、思わない、何十年も発想がそっちに行かない、はい、うん、続き、スタッフも横目で見て写真を撮り笑い、かっこ笑い、はい、そして毎日会社に行くのが楽しいと妻、すごい、かっこ笑い、いいですね、お客様も従業員も私も楽しむことができた雪だるま、はい、こういうふうに、あの先ほど言いましたように、はい、学びの気づき、彼が、ね、この後に13項目書いてくれてるのは、そのサブタイトルは、はい、学びの気づき、起きている心の変化、はい、これはすごく大事ですよね、うん、今日のテーマであるように、はい、お客様を楽しませることが売り上げになるんだっていう心の変化、はい、そして雪吐きしながらこれを楽しくするにはどうするかと思えるようになる心の変化、それがまた一生懸命社長がね、雪だるま作ってる何十年もかに作ってる雪だるまを見ながら、はい、スタッフも写真を撮り、そして奥様も、はい、いや毎日会社に行くのが楽しいから、今はうまい菓子、はい、プラス楽しい菓子店、あ、いいですね、変革中、はい、そしてその下、会社の雰囲気がよく温かくなってきた、はい、忙しいが仕事がスムーズになってきた、うーん、何よりですね、働いてて楽しいっていうのは、この全体の変化、ね、はい、こそが実は今日の
話の非常に重要なポイントだと私は思いますよね、はい、だからその金メダルコンテストって今日はね一つこうネタがあるわけなんですけども、はい、もちろんその金メダルコンテスト的なものをやってみていただきたいところなんだけども、はい、やっぱこの方から今回いただいたレポートの非常に大事なことは、はいはい、こういうそのことをやりながら心の変化が起きてきてるっていう、そうですね、ことですよね。この11番目の項目に書いてある、はい、私の声のトーンが高い楽しいから、はい、あ、いい、だから店に出てて楽しいんだろうね、はい、12番目気づきが増えた日々ね頭が柔らかくなったから、あ、13番目これラストね、はいはい、家族でズーム飲み会を開催した、へー、家族で子供が遠方にいるので、あ、はい、余裕がなく、今までは余裕がなくできなかったが、はい、視野が広がっている、あ、頭が柔らかくなり、うん、視野も広がり、うん、はい、家族の時間も作りながら 130%、 うーん、いや、いいことしか起きてないですね、いいことしか起きてないですね確かにいいことしか起きてない、はい、で、うん、そういうことが今日のテーマであるところの、はい、お客様を楽しくすることが、楽しませてあげることが売上作りになるんだというところにつながってくる一番大事なところですね、はい、はい、これ最後のページに本人の生々しい言葉で書いてある言葉もあるので、これはもう読みましょう、はいはい、全文を読むとね、はい、私の最大の嬉しいポイント、まず大きな文字でこうあります、次、はい、自分が変われば全てが変わる、変えられるのは自分と未来、変えられないのは他人と過去、これはいろいろなところで必ずと言っていいほど出てくる言葉、何回も聞いたが腹落ちしていなかったと、その都度そうだよねと思う、でも変わるのもあなたで、私はそのまま、変化するのが怖い、やりたくない、自分をそのまま受け入れてほしいと思って今まで来ました、それでもやってこられたのは幸運だったのかな、その結果何も変わらず思い通りの結果が得られず右往左往、最近やっと体感できたと、学ぶとは実践して改善して習得すること、はい、ああそうなんだと、知識を詰め込んで何もしないから、うん、頭だけ大きくなり倒れるのだと、うん、ああなるほど、やってみる、はい、自分が変わると世界が変わるのだと、こう書いてある、ね、そのまんま今読んでる、はい、やっと前に進むことができるようになれました、うん、ワクワク系と出会ってなかったらまた暗黒の世界から抜け出すことができなかった、感謝してもしきれない、本当にありがとうございましたって書いてあるんですが、まあ申し上げたいことは、この方は実は入会してまだ2年も経たないなんだけど、まあ特に今全文読んだ部分ね、この自分が変われば全てが変わる、まあ本当にそれはそうなんですね、まあこれは今商売で悩んでいる方に特にお伝えしたい部分、そして大事なことなんですが、はい、だからといって彼もそれは前から知ってた言葉なんだけど、はい、そう簡単に変われないね、うん、そうですね、だから今これをご覧になっているあなたがまだ変われていないとしても言いたいところは、はい、そこじゃないんですよ、あ、変われっていうことを言いたいんじゃなくてだから変われてないからダメということではなくて、彼だってまだ2年も経たないのに、こんなになっちゃうんだと、なっちゃう、これ入会して間もない頃に、はい、彼が参加した会合に同時に参加してた先輩会員さんたちに聞いたんですけど、はい、いやあの方ね、はい、なんかもっとこういう感じで悩んでるんですっていう感じだったけど変わったね、はい、短期間でっていうふうに周りから見ててももう分かるくらいに、ねえ、だから一番言いたいことは本当に、まあ、あなたも持っている彼も持っているポテンシャルですね、はい、ポテンシャル、うん、ポテンシャルがあるんだと、はい、いうことをここではお伝えしたいですね、だからまずは何か一つ、ね、いつもよりちょっと、まあ、笑顔で店頭に立ってみようとかね、いうことを一つでもいいので、はい、その今日のテーマであるところのお客様を楽しませることが売り上げを作るんだと、はい、いう、ここを今日のテーマなので、そうですね、あ、そうなのかと思いながらも何かやれるところからやり始めてみると、うん、今日のさらにこう奥にある大きなこと、そうです、ね、ここの変化ね、うん、まあ、つまりはあなたのポテンシャルが、
気がついたらひがーっと開いていくみたいな、気がついたらふといつもうんざりした雪かきが、はい、はっとこう雪だるまに変わっていくみたいなねそうです ね気づけるようになるんですよね。なるんですよ。それでそんなにこう気張らなくても、うん、自然と雪だるまを作ってる自分がいるみたいなね、うん、それがまた周りの従業員さんや、うん、奥様やご家族にも波及していくということが、うん、気がついたら起きていくし、うん、それがあなたのポテンシャルなんだと、うん、まあ、それがワクワク系をやるってことなんだということが、うん、今日お伝えしたいことですね。そうですね。なかなかないことのように思えるじゃないですか。やっぱり自分も楽しくて家族もお客さんも楽しくてもそんなことあるのかみたいなね。私は22年今現在、はい、実践会やってきてますけど、はい、山のように見てるのでこういう人をね、はい、あなたにも必ずこの日がやってくる、うん、まあ、そう遠くない将来に来る、うん、もうこういった変わった人が実際いるっていうのがすごいめちゃくちゃいるんですね、うん、心強いですよね。もう絶対的に変われるはい、はい、だからそのためには何か一つ明日からね、はい、やってみる、まあ、今日の、うん、じゃあ具体的な落とし込みとしては、あ、お客さん楽しみにつってみるというねことを、やってみるとよろしいのではないでしょうか。はい、ということで、それではまたお会いしましょう。